ハローでも募集されるください。ファイナルマルピの、新年コアラというわけで明けましておめでとうございます。2020年ということでお土産紹介動画をお届けしたいと思います。多分1年とか1年半くらい前になると思うんですけれども、まあ、お土産動画を、シャイログでも皆さんとシェアさせていただいたんですが、で大体台湾旅行というとまずは台北に行かれる方が多いんですね。今回ご紹介させていただくもののポイントとしては、台北で観光されているルートの中で結構手に入りやすい、まあ、アクセスのいい場所であることと、スーパーだったりとかコンビニだったりとかっていうところで、まあ、比較的台北で手に入りやすそうなもので、私が個人的におすすめしたいものを今回皆さんとシェアさせていただいております。もしこの動画気に入っていただけた方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録、インスタグラム、フェイスブック等々もやっておりますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。バイトタチャー。台湾の、スタバで売ってるこのマグカップのシリーズは You are here っていうシリーズなんですけど、このエタッチが私はすごく好きで、これトルコに行った時もトルコマグカップこれ買ったんですけど、台湾、台北、台中、台南、ガオションっていうこの5つですね、全部揃えております。でこれ全部いろいろ回って買ったんじゃなくて、確か台北の桃園空港と台北駅、台北メインステーションを繋いでいる MRT の改札口の真横にあるスタバって、私結構よくあそこに行って仕事したりするんですね、台北にいる時は。であそこで確か全部買った記憶があります。私はこれを全部買い占めました。例えば台湾だったらね、クマとか乗ってるんですけど、クマがいたりとかですね。これ確か新しいマグカップのシリーズもあるんですね。この You are here のシリーズに限らず、ご当地マグカップ気に入ったものを1つ2つとかお土産に買っていかれるといいんじゃないかなと思いました。台湾でもスタバさんは店舗数が非常に多いので、ご当地マグカップ結構いろんな種類いろんなところに売ってますので、よかったら見てみていただけたらいいんじゃないかなと思いました。はい、次。まあ皆さん台湾にいらっしゃると、まあ、パイナップルケーキすごい有名なので、パイナップルケーキ買いたいっていう話を結構いろんなお友達だったりとか、あとはこう YouTube 見てる方からもご質問いただいたりとかいろいろするんですけど、じゃあどこがいいですかって話になるんですよね。お店もいろいろあるし、本当に値段ももう幅広いんですよね。台湾に来た2015年から2016年、まあこの 2年ぐらいですね、台北にいた時に結構いろんなパイナップルケーキを食べ比べたんですよ。味、クオリティ、包装の雰囲気、そして、何よりも値段ですね。値段っていうのも結構気になるところなので、これを全部総合して考えた上で一番好きなのは私ここです。三星壮裕、三星セレクトさん。ここね、知らない人が結構多いんじゃないかなと思うんですけど、こんな感じの大きさなんですけど、このパイナップルがね、繊維がちゃんとこう見える、あります？このクッキーほんのりしっとり、でもなんかすごいホロホロしすぎてない感じ、多分日本人好みの味なんですよ。これ甘酸っぱい、ちょっと酸っぱい、甘ったるすぎないのが、私すごくこれ好きなんですよね。うん、三星セレクトさんはとにかくアクセスがいい、観光で回りながらちょっとお土産も買いたいなっていう友達とかお客さんとかに紹介しやすいルートにあったっていうことと、そしてまあ包装含めてコスパもいい、さらにパイナップルケーキももちろんなんですけど、日本の人ってヌガーはちょっと苦手とかっていう人がいたりして、お土産を試行錯誤してた時期があったんですけど、ここのタフィートフィーって書いてあったけど、ちっちゃいサイズなんですけど、これS サイズと L サイズがあって、まあ、こんな感じの箱に入ってて、もっといっぱい入ってたんですよ。もう食べちゃったのがあったんで。個装になってるんですよ。なので、お友達にあげたりとか、L サイズだとこういう包装もあったりするので、職場に持ってって分けるとかすごくいいと思うんですよね。なので、このタフィーでしょ？みんなでこう、タフィー。っていうのと、あとは、これが、ナッツタフィーですね。ナッツタフィー。ちょっと切ったんですけど、こんな感じでナッツがふんだんに入っております。そしてマカダミアデーツですね。台湾ってデーツを使ってるスイーツがすごく多いですね。パイナップルケーキは知ってても、これは知らないでしょ。だから知らないから、これを目指して買いに来ないでしょ。もったいない、本当に美味しいんですよ。ちょっとヌガーが苦手だよ。なんかそのこうソフトキャンディーみたいなものに豆とかナッツ入ってるのは、ちょっとカリカリしてるの入ってるのが嫌だなっていう方に
おすすめなのがこのパフィーはすごいんですよ。なんでかっていうとめっちゃクランチーなんですよ。トフィーおすすめです。私はすごく好き。はい、コンビニで買える系というとまずこれクルーゴ、こんな感じのパッケージのものですね。クルーゴっていうんですけど、この元々はこのパッケージが元のオリジナル味ですね。それ以外にも、スパイシーだったり、この最近ちょっと女子向けに多分出たと思われるレモンピンクソルト味とかっていうのがあって、私今回ちょっとレモンピンクソルト味を今開けて、私が最近これお気に入りなんですけど、こういう感じのツイスト状になっているおやつです。おいしい。多分女子はねレモンピンクソルト結構好きだと思います。スパイシーもこれもね結構人気だったと思うんですけど、あとなんか結構限定のフレーバーとかもいっぱいあるし、このちっちゃいやつは持って帰りやすいし配りやすいと思うんですよね。なのでこのクルゴもおすすめです。お酒のつまみにもいいかなと思います。はい、お酒のつまみっていう話をしたので、仁数三昧っていう、ビール会社さんからしてる、ビールなんですけど、ハニーラガーとか、これはラズベリーエールかな、ロンガンエール、ロンガンっていうのはちょっとライチみたいな実ですね。ハニービールはシャンディガフが好きな方はこれ好きだと思います。仁数三昧は海外の方ってあんまりご存じない方多いと思うんですけど、実は台湾では仁数三昧結構有名です。レストランをお持ちなんですよ。結構台湾国内にも何店舗もあって、さらにこれぐらいのグラスに3種類キキビールができるみたいな、なんかセットもあるんですね。で、なので私は結構ね、仁数三昧のそのレストランとかにも友達来た時は一緒に行って、ビールが好きな子には仁数三昧でビール飲んで、その後にビール飲みたいみたいな子はファミマに行ってこのビールを買うみたいな、そういう流れになってるんですけど、そう、飲みやすいんですよこれ。本当に飲みやすいんですよ。スーツケースを預け入れて荷物にできる方は瓶持って帰れるはずなので、液体とかも持って帰れるはずなので、プチプチでくるむなりタオルでくるむなり、かつジップロックとか袋に入れたりするなり何かしてお持ち帰りいただくのもいいんじゃないかなと思いました。持って帰らなくても私は仁数三昧飲んだことない方は飲んでもらいたいなと思います。ちなみにどこのコンビニでもあるわけじゃなくって、チュンジャファミリーマートさんにありますね。チャイエダンっていう卵とかおでんとか売ってたりするところにこれ見つけたらちょっと飲んでみてください。はい、小銭が余っちゃってもう両替するほどじゃないなとか、バラ巻き土産を買ってこうっていう時にスーツケースにポンって入れるのにはすごくいい大きさなんですよ。でさらに漢字で書いてあるし、このハイチュウはね、なんかね日本語も入ってるんでなんとも言えないんですけど、ただパッションフルーツ味っていうのがあって、私がコンビニで見た感じだとパッションフルーツ味以外は多分日本にもあるイチゴとかブドウとかああいう味だったんですよ。このパッションフルーツ味っていうのは台湾っぽいなと思うのでおすすめです。日本にもあったらごめんね。でもほら漢字で書いてあるからちょっと台湾土産っぽいでしょ。テトスはいろんな味ありますので、スーツケースのちょっと隙間に入れやすいサイズなのでコンビニでも買えるしすごくいいなと思いました。ご当地に行ってきたよっていうご当地土産っぽい感じがするのでいいかなと思います。こっちをコンビニで買ったんですけど、このサイズがコンビニにあるんですが、ジンドニャンツアン、チュンゼンピーパン、ランホータン、難しい、ハーバルチューリーハーバルチューって書いてあるんですけど、のど飴かな。私これすごく好きです。同じブランドが出している別のいろんなフレーバーの飴があるんですね。これはコンビニにあったんですけど、薬みたいな色をしてますが、ビワってこっちだと漢方薬の一部にカウントされてるものなんですけど、これが入ってるので、すごく喉にいいですよと、台湾の人はみんな言ってました。好きって思ったら、スーパー行ってこの大袋を買って帰っていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、さてここからがですね、スーパーで買ってきたもの系ですね。でスーパーに行ったら買ったらいいんじゃないかなというおすすめです。いくつかは私がお土産紹介で以前紹介したことがあるものになります。ではご紹介したことあるものからいきましょう。はい、でこのココナッツゼリーのライチ味、今日買ったのがね80元だったんですよ。これこんな感じの個装になっております。他にもこんにゃくゼリーとか売ってるんですけど、
私はこれが一番友達受けが良かったです。これちょっと凍らせたり冷やしたりして食べるとやっぱりすごい美味しいですよね。うんうん、美味しい。前に紹介したことがある、これこのドゥエバオっていう煮物したりとか台湾っぽい方がですけど、料理を作るときにこれ中にこういうこういうのが入ってるんですよ。でこれをこう一袋ずつがこうなんか出汁のパックみたいになってるんですよね。これを煮物とかこうなんかスープ作るとかポンって入れて煮込むんですけど、以前買った時はこれを使って料理したことがなかったので分かんなかったんですけど、本当にこれだけで牛肉麺とか楽勝で作れちゃうんですよ。牛肉麺のを作った時のリンク貼っておきますので、もしよかったら見てみてください。ルウェイバオって別にここの会社だけじゃなくて、あのいろいろまあ出てるので、ルウェイバオっていうのを、スーパーで探していただいて、台湾っぽい味のする料理を作りたいなと思ったら、このルウェイバオを使ってお料理いただければ、まあ、すごく楽ちんに台湾の味を再現できるという魔法のダッシュパックみたいなものですね。これもご紹介したことあるような気がするんですけど、刀削麺、どこの会社の刀削麺がいいんだみたいな話になると思うんですけど、私はこだわりはありません。このふにふにしてる感じの麺あるじゃないですか、これ一玉一玉になってる乾麺なんですけど、まあ5分から7分ぐらいで大体茹でたらできるんですね。先ほどお伝えしたあの牛肉麺の麺として作ってみていただくのもいいかなと思うんですけど、私のおすすめとしてはこの麺を、まあ、1玉2玉だったら多いかな、まあ、5分から7分ぐらい茹でて、お好みでね、水切ってあげた後にすぐあったかい熱々の状態で、あのニンニクをこう包丁のせてガンって潰したやつをポンって入れて、かつお醤油ヒュッてかけて、お酢をお好みでちょっとかけて混ぜて食べる乾麺がシンプルだけどめちゃくちゃ美味しいんですよ。めちゃくちゃ美味しいから本当にやってみてください。私この麺本当に好きなの。この麺本当に好きだから日本に何回か買ってたけど毎回好評です。なのでおすすめ、特に麺好きの人にもおすすめです。そして前回ご紹介してないものがあと2つあります。でまずこちらからラージャオジャン。このラージャオジャンはですね、なんかローカルな町のご飯屋さんみたいなところとか、あとはそのローパオっていうんですけど、あの肉まん売ってたりするところとかにこれテーブルに置いてあったりするんですよ。なんと我らが誇る台中出身の食品会社さんのやつらしくて、結構台湾全土で見るんですよ。このラージャオジャンはすごく有名ですごい美味しいと台湾人皆さん言ってました。これね、台湾好きな人に買ってたら結構やっぱ好評だったんですよね。まあ麺とかね、なんかいろいろこう何かしらにこうかけても美味しいと思うので研究いただけたらと思います。瓶なので皆さんお持ち帰りの際には非常に気をつけてお持ち帰りいただければと思います。割れないようにね。で最後にシェンザーメン、三座酒と梅を固めた感じの、これ私何でしたかっていうと、友達の子供がこれをよく私にくれるんですよ。例えば夜市でフルーツ買ったりするとフルーツにくっつけてくれてる。梅の粉が好きな人はこれ絶対好き。梅の粉も昔お土産紹介でご紹介したことがあるんですけど、梅の粉好きな人絶対これ好きだろうなって思う。昔ながらのまあおやつというかお菓子というかっていうことで愛されてるようなものみたいで、いっぱい入ってるやつですね。これ美味しいです。今回は2020年最初の台湾お土産紹介動画ということで皆さんとシェアさせていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。ご紹介した以外にも本当好きなものいっぱいあるんですけど、皆さんがこう台北滞在される時に非常にこうゲットしやすいということで、ご紹介させていただきました。まあ一つでも皆さん気になるものがあれば嬉しいなと思います。気に入ったお土産をゲットして、書いていただけたらと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。なだじゃあシャチちゃんのバイバーイ。Kissing like we were in a twilight.
Kissing like we were.